はい、半前は先生です。ですね、話でですね、アナウンスでもテレビで話するにもね、上の知能の生物のね話だから、上の正しい話をする人、それでね、いつもそういうふうにして正しく上の知能のね生物の正しいことを話すのはいいんですけれども、時たまはこの自分都合でね、聞かない、途中で話さない、ね、反発して言うとかね、じゃあ違うこと言うとかね、ちゃんとあの上の人からの、知能の、ね、人の話に同意しなくなったりとかね。で、まあ、いつもじゃなくても、守んないというふうに、なっていくんですね、人間っていうのはね。で、そうしますと、まあ、どっちの意向で動くかっていうのは、都合のいいことだけ動くわけですね。上の人のただ言うことを言って話したり話せなかったりとか、都合に悪いと話せなくなっちゃうんですね。そうなると約束というか守んないという以上のことなんですね。で、都合がいいければその上の、ね、知能の、設計図とか動きとか ね、いい時には聞くけども聞かないと、都合悪いと聞かないってね。で、それがだんだん多くなってくるともう両方とも、だからその言ってる人っていうのはもう話してることは意味ないわけですね。言ってることをね、アナウンスの仕事でもね、ちゃんと話を自分都合に変えちゃうと、法律でも法律というかでも同じなんですけど、守んないわけですよ。上の人が正しく作ったものを守んない、途中で都合通りたら裁判官が守んないわけですね。それで都合よくてこの法律を破るわけですね。で、上の人が作ってるわけですけど、上の生物かね、上の能力、人間とは言わないわけです。で、都合のいい時だ片方だから、よく戦闘で攻撃なんかでするときはね、上の知能の生物の言うことすると強いからよく聞きますね。それはいつも聞くような感じですね。で、都合悪いときは聞かないんですね。で、これはね非常にひどいですね。問題がありあるわけです。そういう人間ばっかしですね。だからもう二重人格が多くて、人間の場合もうそういうのやりすぎちゃってるんでね、二重人格になってて話が全然ね、言ってること全然嘘になっちゃうわけですね。そんなのばっかしですね、今の人間はね。ということでね、今現状を調べていくと、それしかいないですね、人間ってね。で、まあ一番痛いのはテレパシーでカンニングして義務教育を受けてるんで、全部じゃないですけども、勉強義務教育を終えてる人、地球人にはいないんですね。誰もいないんですよ。ノーベル賞を取ってる人でも、名医だろうと博士だろうとね、勉強卒業できてないんですね、小学校も。これがひどいですね。人間の知能っていうのはもう無視になるんですね、勉強でね。だ、一生懸命やるんだろうけれども、これはね、無視になっちゃうというと機械的になっちゃうんですね。だ、もっと頭悪くなるんですね。だから使い捨てになっちゃうんですね。だから機械として覚えるようなことになるんで、使い道ないんですよね、全然ね。だったらロボットの方がよく効くでしょ、働くから。
全部ロボット化してね、労働はね、労働から知能までね、まあそれで私の方は生きるしかないですよね。で、危ないからね、やっぱり公然に私の動き、間違いもありますけどね、あと人間話しても分かんないからね、700年後にしか分かんないからね、団体の脳で分かるかっていうことで本人に各自分かんないんですよ。話したり聞いたりできないんですよ、知能が足らなくて。誰一人、この辺がね、僕と上の生物と違うんですよね。で、人間ちゃんと話したとしてもね、違うんですね。本人は全然理解してないんですね。全くパークリン、どんな偉い人が話してて私よりかね、立派な話したりとかね、正しい話しちゃって、本人は全然嘘、代表で話してるだけだから、ね、その本人に左右は されちゃダメなんですね。もう虫ぐらいの知能でも虫になって勉強するでしょ。本当に虫だからね、本当にね、知能ですから、そんなのが話して私はどうこう左右されませんから。ただ代表として大勢から聞いたのは知識があるし力もあるから、それはね参考になりますね。脅しでもね、これ参考、力あるから強いですから、団体の力ね、ね、全体ですね、全体に対抗しますね。ここの人間一人じゃないです、ここ一人はもう安いもんですから、人間の場合はね、それをよく知ってください。で、野蛮だから非常に危ないですけどね、人間たちはね、単なる強肉食生物ですからね、道具使って兵器使ってね、肉を食うって、ね、